イス、ジョリキンの話をやっていきましょう。今回でございますけども、ニアオートマタのオープニングということでですね、もうめちゃくちゃ楽しみにしていたというかね、ニアオートマタ俺全くもって情報なしで入ったわけですよ。なんならポンハブで見たちょっとコスプレの姉ちゃんたちぐらいしか情報は持ってなくてさなんで黒いのやってんだろうなとか、なんなんだろうねとかっていうのでね、気にはなっておりましたけども、いや見たらめちゃくちゃ面白いですね。すごい面白いし、なんかなんだろう、ガンダムじゃないけどもね、マクロセブンみたいな、ああいうバルキリーみたいなね、そういった戦うね要素もあったりとかで、姉ちゃんはかっこいいしさ、だからロボの戦いもあったり、人間というかアンドロイドだもんね、アンドロイドのクールな戦いもあったりとか、都度パンチらしてくれるっていうのもまたちょっとね評価高いポイントになるのかなっていうふうに思ったりとかね。ただああそうだね、まあでもあの兄ちゃんも生きてたもんね、一応生きてたというかっていうね、なんかキャラデザがだからとにかくいいし、世界観もいいし、本当になんかゲームの世界を楽しんでるような感覚になれた。だからゲームが元なんだよね、これ。こういうの流行ってんのかな、原作あるのか知らないけど、サイバーパンクも元々はゲームからのサイバーパンクエッジランナーズっていうのになったわけでしょ。俺らエッジランナーズから入ってゲームを買ったわけですよ。エッジランナーズって今俺言った、俺エッジな人が走ってるみたいな、ごめんね。でこっちに関しても多分同じ戦法だよね、多分。そうするとゲームの売り上げにつながるっていう話なのかな。はい、当たり前です、つながります。俺も今これニアオートマタ買おうとしてるんで正解です。この戦略ガンガン取っていきましょう。自分の好きなゲームがアニメになっていくっていうのは本当に好きなんで、だからガングレイブは逆かな、アニメからのゲームなのかな、わかんないけどもね。ガングレイブとかもすごい好きでね、アニメも何回も見たぐらいのねバイブル的な感じですけどもね。まあまあそんなこんなでニアオートマタのオープニングを見ていきたいなと。まあやっぱこんな世界観なんでね、もうめちゃくちゃかっこいいオープニングなんじゃないかなっていうふうに思います。そんな感じになっていくのか見ていきましょう。レッツゴー。おうあれ、ダン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 って来るわけじゃんよ。エメさん、エメワールド。おう、エメさんナイスチョイス。来る、はい、神です、100% 神。あ、かっこいいのいた。あ、人いるやん。やばい、絶対神ソング。いい、うわ、キャラでさ神、うわ、めっちゃいい。うわー、綺麗な、うわー、うわー、でで、でで、でで、うわー、うわー、うわー、めちゃくちゃかっこいい。マジクソかっこいい。なんかもうエメさんはとりあえずアニメの主題歌にね、迷ったら使えばいいと思うんですよ。イブさんとかもそうなんだけど、やっぱね、アニメの主題歌は誰にしようかなみたいな、迷ったらそこ使っとけば正解みたいな。でね、エメさんの俺好きなところって、いろんなタイプのそのアニソンをね担当されてる方っているんですけど、俺ロック好きなんですよ。もう本当にロックとアニメで俺できてるんですよ。でやっぱそのロックっていうところで本当にもうザ専門家なんですよ、マジで。だからめちゃかっこいいし、延々の消防隊とかもね、かっこいい曲を作られてたりするし、やっぱね、エメさん神なんですよ。だからチェーンソーマンとかも最近で言えばね、エメさんがやってて、それに関してはスローロックみたいな感じですね。まあこれもスローロック寄りなんだけど、それよりはチェーンソーマンよりは、まあ、ちょっと激しめみたいなね、テンポがいろいろと変わったりしながらみたいな感じで進行していくんだけども、いや、いいですね。てかね、もうこの癖のある歌い方がたまらんのよ、本当にめちゃくちゃいい。やっぱ残響とかもね、鬼滅とかでもすごい良かったですし、もうエメさんは神だよ。これ本当にいろんなアニソンの歌手ね、いるけど、エメさんすげえなと思うな。エメさん、ご結婚おめでとうございます。おめでとうございます。年末ですよね。いや俺本当にだからね、ツイッターでちょっと見たのよ。要はエメさんが紅白でね、残響ぶちかまして、である男性の方が最高の残響だったみたいなね、ツイートをして、でその後数時間後にエメさんと結婚しましたって、そのツイートしてる男性が、だからその作曲をされてる方なんだよね。だからその作曲をされてる方とエメさんがご結婚って、俺の認識違わなければね、確か作曲だったと思うんだけど、だから要するにこれから発表しますよねみたいな。で発表する前に、未来のお嫁さん、優秀の美というか、優秀の美っていうの、優秀の美って終わり
になる、優秀の美にならないよね、それで終わりではいや外人なんでごめんなさい、こういう時外人使います、ごめんなさい。だからね、あのもう最高の姿を、はい、最高の姿を見ている、でそこからのその後に結婚っていう、なんかもうねたまんないよね。俺本当にね素敵だなって思った、もう本当にね最高の旦那さんだなっていうね、テレビでね見ていてみたいな、でご本人もねその後結婚の発表が控えてるんだって、やっぱねなんか幸せなね、はい、幸せなニュースだったということで、いやそれはそれでね、はい、本当におめでたい話なんですけども、ニーアオートマタの主題歌がエメさんだったってことで、あの俺的にはこれはこれであのおめでたいなというすげえよかった。あとあの皆さんからコメントをたくさんいただきまして、どういう風にこのオープニングとかを聞いていくべきなのかっていう、俺本当にみんなのコメントをめっちゃ反映させてるから本当に迷ってて、で直近でコミュニティにも書いたんですよ、そういった曲ってどういう風に聞きましょうかねみたいな。だから、まあ、止めるんだったらワンフレーズ終わってからとかね、ワンフレーズ終わってみたいな、なんかバンバン最初から止めるのは辛いっていう話をね、あのコメントでいただきまして、で俺もそれすげえ思うんだよ、あのフルで聞いてくれよみたいな、ごもっともと思ってさ、だから今回はフルでねあのやりまして、で場合によってはなんかちょっとフレーズ変わったタイミングでねサビに行きますとかっていうタイミングで一回止めたりとかってね、やっぱ生のリアクションってあると思うんで、ここでこれ言いたいっての本当にあるんで、まあ今後はねこういった方向でいこうかなというふうに思います。もう俺たちで一緒に作っていくこのチャンネルなんでね、皆さんの大切な意見はしっかりと反映させていきますということでね、改めてちょっとねファーストっていろんなところに目が行ったり耳が行ったりするんで、もう一回ちょっとね今度止めながらしっかりとチェックしていきたいと思います。俺この時点でめっちゃ好きなんだよ、俺電子音って大好きなのよ、電子音大好きなので、これ都庁ね、なんで都庁が映るのこれ、滅びる前の世界ってことかな、俺わかんねえけど、荒廃してないもん、うん、かっこよ、かっこよ、あ実写やんこれ、実写やん、これ実写やわ、これ実写、絵じゃねえやん、実写やん、じゃあ世界と関係ねえのかこれ、うん、てかキャラデザがいいよね、この兄ちゃんもそうだけど、 9S だっけ、 9S めっちゃかっこいいよな、すごいかっこいいなと思った、いきなりそれ殺すのかと思ってびっくりしたんだけどね、はい、わーこれいいね、実写との融合、あー今の音の違い分かりました、これあのボイス声が変わってるんですよ、ちょっと機械音混ざってるんですよ、ほら今のとこ「はいみたいだはい」のところがなってんだよね、ほら、偶像崇拝みたいだ。こんな感じで見ろ。偶像崇拝。つまり、飛ばして飛ばして飛ばして、めっちゃ飛ばした。因果ざらしやん。はいはい。ねえ、この崇拝みたいだ、崇拝のところが機械音になってるって、このもうね、俺こういうのめっちゃ好きなんだよ。本当にね、俺こういった遊び好きなんだよね。いや、しかもアンドロイドでしょ、これ。だから、人である M さんが、この機械音に変わったタイミングでアンドロイドとの融合を表しているとどうやろ、多分知らんけど。クールすぎか、クールだろ、マジで。で、なんやねん、このロボット。なんやねん、これ。多分なんやねん、つうか。これ、今の姉ちゃん何、今の姉ちゃん何、もう、後ろ姿だけでめっちゃイケてるよね。で、ちょっとアップで見たいんだけどさ、これ、お尻の形、すごいいい感じっすね。ごめんなさい。こういうのも気になっちゃうんですよ。これ人やろこれ。これ人やんなこれ。人がちゃんといるんだよねこれ。人がいるんすよ。で、この姉ちゃん。いや、キャラデザがめっちゃいいよな。これ、キャラデザがね、すげえいいんすよ。なんかやっぱこの世界多分ロボットが完全に管理してて、で、なんかアングラな感じで人がいるって感じだろうね。うん。ここのサビがいい。うわ、このエスカレートしてこの感じがめっちゃいいんですよ。レーレーめっちゃいいな。いやーたまらん、めっちゃここ好き。エスカレートしてての投げに行く感じ、投げに行く感じ、あーなんかね、もうエスカレートしていくんだよ。ふわーっと、ふわーっと広がりながらエスカレートしていって、最後はバチコン投げに行くっていう、なんかもうね、すごいんだよ。うわ、こいつら、なんならこいつら、バチクソイケメンなんだけど、何これ。で、腕どうなってんのこれ、単純に入れ墨なのかな、それともなんか融合してんのかな、これ。なんか、ああ、今気づいた、これ、目の前になんかテーブルありますね。大体、こういった作品っていうのは、こういった長いテーブルがあって、ここでみんな会議してるみたいなね。チェンソーマンのイブさんのね、PV も見ましたけど、こういったようなテーブルがありましたね。大体ここら辺でみんな会議してるっていうね。で、ここら辺を走っていくみたいなね。はい、もうこれ、鉄板ですね。はい。いやいや、今のもすごいよな。
あ、これだから両サイドの姉ちゃんは指示出してるような姉ちゃんたちやんな、あれ。この右やろ、多分あの指示出してたのは、あの本編第1話で。ねえ、多分そうでしょ。これ真ん中の姉ちゃんめっちゃかっこいいじゃん。若干ボインちゃんみたいな。若干ボインちゃん、ごめんなさい。いやいや、足がちょっと見えてんだよ。この足がちょっと見えて、これなんかガーターっていうの、これちょっとガーターっていうのはあのボーリングの方か知らねえけど、なんでもいいけど、この足についてるこの黒いのめっちゃイケてんな。こういうちょっと見えたのがエロいんだよね。なんか、ちょっとした出しで見せるエロさっていうのも俺好きなんだよね。はい。あの、がっつり出してほしいものは出してほしいんだけど、そういうじゃない時もいいんだと思う。大人なエロさ。で、これよ、これよ、これよ、このロボな、ロボな。だから普通にこのロボの要素 いらないんだよ。変な風に捉えたらごめん。あの、この作品を見た時に、あの、ロボの要素がなかったとしても成り立つんだよ。全然成り立つんだよ。もう十分なんだよ。アンドロイドで、みたいな。あの、ロボたちにね、あの、支配された世界で、みたいな人たちが頑張る、みたいなさ。いいんだよ。なんかターミネーターのその後の世界みたいな。全然成り立つんだよ。うん。そこにさらにロボの要素を入れてくるって、もうやばいんだよ。普通に。ロボだけでいけるんだよ。わかる？で、アンドロイドだけでいけるんだよ。わかる？どっちもこれだけで成り立つんだよ。ドッキングしちゃったのよ。まさにロボとね、あの、姉ちゃん 2B が合体してんだけど、欲張りかよ。欲張りかよ。そんなのがつまらんわけねえだろ。神だよ。で、この歌がそこに刺さるんだよ。そりゃエスカレートするわ。うん。一話のボスもすごいよな。めちゃくちゃなんかあの、デストロン感すごいよな。こういうのめっちゃ気になる。2B かこれ。2B だな。多分。綺麗、美しいな。ここめっちゃ好き。ダダダダダダってここで変わるんだよ。ここら辺も変わってるもんね。うわ、ほら、ここで変わっていくんだよ。いい。うわー、ここのダン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 みたいなかっこいいドラム、うーわー、これフルで聴きたいわ。俺ね、チェーンソーマンの曲全部聴いてランキング出したのよ。俺の好きな曲ランキングぜひ見てください。エメさん余裕で入ってるから、マジで本当にもうエメさんワールド、ごめん、ゴルゴアリーナ、エメワールド、ごめんなさい、本当ごめんなさい、呼び捨てごめん、切り捨てごめんみたいな。ごめんなさい、本当にエメワールド神ってるわ。本当に最高です。ご結婚おめでとうございます。おめでとうございます。本当にね、たまんねえな。え、でもこれ旦那さんが作ってんの、これどうなってんの、これ旦那さんが作ってるんだったら、俺エメ夫妻っていうの大好きよ。本当にマジでたまんねえ。いやー嬉しいな。なんかね、気に入った作品がなんか主題がこんな感じ見てるといいですね。あ、もう本当にね、最後です。今一瞬泣きそうになったもん、マジで。本当にあの素晴らしい主題歌をありがとうございます。ということで、僕はこれゲーム多分買います。で、ゲームチャンネルもやりますんでね、ぜひともね、それも見てくれたらなと思います。今回はじゃあこんな感じで終了していきたいと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いいたします。そして、最後になります。エミさん、ご結婚おめでとうございます。で、本当に、本当にめでたいということで、ね、おめでとうございます。お幸せにということでね、こんな感じで締めていきたいと思います。また次回お会いしましょう。See you next time!